世話になっております。はい、というわけでですね、今日もあのサーフ来てます。今日やってくれます。いやいやいや。まあ詳しい話は通話しながら聞いていきましょう。なんかあるんかな詳しい話。お願いします。というわけで平チャレ開幕しましたけれども、今日はなんかあれなんですか、テーマあるんですか、生間さんの中で。ヨットをテストする。あれ、あの水色のやつじゃない。何の装飾もない。何にもない。ニコマンのロットを今作ってて、うん、今日秋には出そうかなと思ってます。そのコンセプトは SLS をイメージします。昨年結構超過出ましたもんね。去年の秋に、ね、SLS をやり始めたんですけど、はい、超楽しいですよね。あれいいっすよね。楽です、うん、軽いからね。まあ、サーフのついてメタルジグだけじゃないじゃないですか。もちろんそうですね。いろんなルアー使うじゃないですか、うん、いろんなルアーを使ってテストして、まあ、それがある程度ほぼほぼ使えるロット、まあ、オールマイティなロットをちょっと目指してるんです。細いんですけど、はい、結構ね、張りを持たせてくる。ああ、ちょっと固めに作ってあるんですね。ウェイトとしたら 5g 前後ぐらいから30g まで、まあ、もちろんサーフでも使えますし、はい、あとは本当に防波堤とか港湾部であったりっていうのも使いやすいような長さで9フィート台の設定します。あ、そんな短いんですね。短いです。じゃあロット自体も軽くなってるってことですか、今までのやつより。軽ロットの重さですか。はい、ロットの重さも非常に軽いです。あ、すごい、なんかもう持ってないみたい。いや、それ言い過ぎた。いいっすね。僕も結構もうおじさんなんで疲れちゃうんすよね。今のところテストした中でロングキャストが 22g なんですよ。はい、大体110から120ぐらいの間、ぐらいの光は出せるんですね。まあ、今回ちょっと全部ガイドを一から付け直してもらったんですよ。飛距離で、あと操作性、その2つをちょっとね、うまい具合にできるセッティングにしてます。飛距離出すっていうのは、まあ、ガイドの径の大きさとかもあるんでね、抜けがいい。なるほど。一番手前のガイドがどの位置にあるかによっても飛距離だいぶ変わりますし、こっからリールが出て糸が収束する位置が、手前すぎると抵抗が早くついて、そっかそっか、飛ばない。あれなんですね、生間さんって結構しっかり考えてるんですね。いや、ノリでやってんのかと思います。足の高さとか、だんだん短くなってきちゃって、ここないし。あ、本当だ、もうここない。それがなくなればなくなるほど、ロットにラインが近づくんですよね、このブランクスに。なるほど。じゃあ、より操作がしやすいです。今ね、ここにガイドついてるじゃないですか。はい。もともとね、ここについてたんですよ。あ、本当だ、ちょっとなんかついてた跡ある。これ外してこっちに付け替えてます。キャストするときもいろんな体験の人がいるじゃないですか。リールの足からここまでの長さとか、はい、どの位置ぐらいが一番力を入れやすいとかもね、いろいろ考えたりします。テーパーってあるんですよ、簡単に言うと。ファーストレギュラー、張りのあるロットっていうのはやっぱりね、バイトを弾くことがあるんですよ、ね。うん、こういうのはもう全て解消できるようにティップの柔らかさとかもね、いろいろ見ていってます。よく見たらちょっとロゴが変わってた。新バージョンがね。新バージョンなんですよ。これね、生地もね、すごい柔らかくて、はい、フィットするんですよね。あ、じゃあなんかこう痛くない。痛くないです。ですね。柔らかい感じでフィットします。ファーストテーパー。フィットします。なんで無視されたんだろう。結構覚えた言葉を早めに使いたくなるんですよね。子供みたいな。ファーストテーパー、エクストラファーストレギュラー満タンで、セカンドはないセカンドオピニオン。セカンドないのか。じゃあ今日もちょっと機動的にやってみますか、あっちこっち行きながら。はい、というわけでですね、開幕はこちらからヒデトレモン、今日もね、レモン2個分の果汁を投入していきます。うん、甘さ控えめのすっきりした喉越しになります。お日様がね、昇ってまいりました。昔お日様が東から昇って西に沈むっていうのがなかなか覚えられなくって、そんな時に天才バカボンっていうアニメやってたんですね。それをね、オープニングテーマで
なんか西から昇ったお日様が東へ沈むっていう歌があって、それの逆って覚えたら覚えれました。こっちのね、左端の方からちょっとメビウスしていきたいと思います。僕のメビウス作戦、知らない人のために説明しておきますと、ヒラメ釣ったナベちゃんっているんですけど、こうやってちょっと斜めに投げて、ちょっとまたこっち移動して、こうやってまた移動して、こうやってて、こう輪切りにしていくといいよと。で、輪切り作戦っていうのを学んだんですけれども、僕の方はちょっとキャストが安定しないもので、こっち行ったりこっち行ったり、こう8の字描くようなことが多かったんで、これは輪切りじゃないなと、無限の可能性を秘めたメビウスだなと。ほら、さっきの全然左行った。だからこっち投げて、今度ね右移動してんだけど、こっち行くっていうね。まあでもね、無限の可能性は秘めてるんで、何が起こるかは分かりません。今日はね、新編にしてみました。新編を、まあ、左から右まで打ち込んでったら釣れるのかっていうね、検証していきたいと思います。まあ、あくまでも検証なので、釣れるか釣れないかっていうね。よいしょ、節目の10メビウス、20メビウス、50メビウス。左から右までって結構思ったより距離あるんですよね。僕なんかイメージ40とか50で終わんのかなと思ったら、50でもまだ半分も来てないっていうね。ああ、ダメだ、移動かなこれは。あ、浅いっすよね、はい、結構良かった感じはするんですよ、はい、でもね、ベイトがこの間より全然少ないなと思って、なので思い切って移動しようかなと。なるほど、9時の干渉に向けて。まさかの移動でした。私のメビウス企画はあそこまでたどり着くことなく80メビウスでピリオン抜かれることに。それをやってたわけか。そうか、これよう飛ぶからね、これまたね。飛びますね。だからね、なんかさっきこの前のミノーよりもなかなかメビウスが進まなくて確かにめっちゃゆっくりやなと思ってリトリーブ時間が長いと思って、もう言うとも2時間半以上かかってるからね。そっか、この前より全然時間かかってるな。2時間半で折り返しだもんな全然終わらないな。全然終わらないよ。多分向こう端からこっちまで5時間以上かかる感じのね僕はね、ほんと最後までやりきりたかったんですけど、まあ、ちょっと釣りのことに関してはもう出雲さんに任せてますんでそれかもやりきって一人移動か。いやまあまあまあ、その出雲さんの判断に従わなきゃいけないと思って別に、ね、やっぱ別にいいかなと思って。はい、というわけで移動してまいりました。僕の方はご飯とか食べていこうかなと思ってなんで見てますね一緒にどこで飯食おうかな誰もいない80メビウスで途絶えて、ちょっとね心の糸も切れたんで、ご飯食べていきたいと思います。今日はですね、僕の好きなこのサーモンの寿司、あと熟成炙りたらこ、なんかこのセブンイレブンの厳選米のこの白パッケージのやつ結構美味しいっすよね。米があれなのかな、厳選した品種に限定しております。いいやつなのかね、いいやつっぽいこと書いてあるけど具体的に何かは分かりません。と、一回気持ちの糸も切れてしまったんですけれども、もう一度ね心を整えて心機一転、何度でもね蘇るフェニックスしていきたいと思います。
冷やすか。いやいい冷やすだったな。あれ、生駒さんいない。こっちまで乱暴してんのかな。帰った。あ、いたいた。どうですか。見ての通り。どうですか。そうですね。一応なんか竿はぶちまがったんですけど。結構引きましたね。結構引きましたね。パンって外れちゃったんですけどね。ルアー若い。ルアー帰ってきました。ちょっと午前の部はですね、ラスト5投というところで区切りをつけたいと思います。特に映像なければこのまま午後の部に行きたいと思います。はい、というわけでですね、皆さんの予想通り午前中は何もなくですね、今風がありますけれども、生駒さんのお話だとここから風が落ちる方だということです。予定は見て、さあ生駒さんは河口際あたりから攻めて行かれるようですね。まともに正面からなんで、ちょっとメタルズレーします。ギャロップアシストロングキャスト、ギャロップキャストの 22g、 ちょうどね SLS沖の方で、午前中シラス船団がバーで溜まったの見えたんで、あとちょっと手前も濁ってんな。お、なんか来た。あー、マジか、マジか、そんなことある？ねえ、今竿ふふふふふって入ったよね。どうしました？はい、バラしました。え？一投目で。嘘。マジですか？波打ち際のところで、はい、ポンポンボール刺したらゴッゴッゴッって入った。え？で、落ちたと思って。はい。ポン。マジですか？でも希望はあるってことですかね。希望はありますね。ちょっと私はメタルジグの方向性にちょっと一抹の不安はですね、針の錆びたメタルジグしかなかったっていう、それが評価にどのぐらい影響するのか。というわけでもう夕間詰めも時間がなくなってきましたんで、まあ、ちょっとここ狭いんでね、僕はここ担当っていうことで、生駒さんはあっちを担当することになりました。ちょっと2方面作戦で、ヒラメを出していきたいと思います。まあ、最後はね、やっぱり一番有効なのは人海戦術になりますんで、あとは気持ちですね。気持ち込めて何か起きること願って。見えるかな、ほらこれ、ボラの稚魚、これがね、いっぱいおるんですよ。これをね、食いに来てるはず。見えてる？やっと今日ベイトっていうのを見つけた。時間かかったな。前のね、長考の時もヒラメ釣れた時もハクが大量におったんで、その付近をずっとネチ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 し、ミノーで攻めたら食ってきたんですよね。よいしょ。ちょっと小規模なメビウス作戦を観光してみたいと思います。左側からですね、こちらの右側にかけてこのメビウスがラストメビウスになるんじゃなかろうかと思われます。行ってきます。